はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、やってまいりましたアフェラルフォードのお時間です。はい、あと1時間ぐらいか、はい、まあもう完全にスタンバっておりまして、ジェネレーターバンクの電源も入れてですね、はい、もう準備万端でございます。はい、あとはフェラルフォード前になるとね、お散歩がよく来るんですけど、お散歩来るかもしれないなぁと思ってちょっと警戒している程度ですか。はい、まあ、あとは大丈夫でしょう。なんか荷物もちょっと余計なもんいっぱい持ってるんだけど、弾はもう大量に1万5000発と9700発もあるんで、あ、じゃあここにもあるか。1万8000発か。1万8000発、ゴゴロの弾は大量にあります。はい、ただこのスコープがね、スコープがこれなんでね、これなんで、それがめちゃくちゃ残念なんだけどね、これね。見えないよね、こっちはまだマシっちゃマシなんだけど、これでも見えないもんな。本当に。やっぱこう、これじゃないとな。これじゃないとね。スコープだけ本当残念だね。はい。ということで、じゃあ間もなく始まりますので、この辺でちょっとスキップをカットして、フェラルフォードに参りたいと思います。はい。それではよろしくお願いします。はい、始まりましたね。もう早速火炎瓶の音が早速モロトフの音がしたけど、来るかな。あ、来るね。来る来る来る。あ、イノシシも来るイノシシも来る。燃えてる、みんな燃えてます。あ、燃えてるね。燃えてるけど上がってこないのか。やっぱり頭が頭があんまりよろしくないかそこで溜まるんだ。こっちに来ようとは思わないのか。あ、でも行ってるな。あ、行ってるね。おでぶちゃん行ってるな。被爆した観光客。あ、ちょっと。よいしょ。あー、鳥来た。鳥死ぬやろ、これで。食らってる？ダメージ。あ、もうそんなとこまで来てんの？あんね、こいつ。鳥死なないか。死なない鳥。ブレードトラップで。ブレードトラップじゃない、ダーストラップで。こいつ死んだ。こいつ食らってるような気がする。誰誰、モロトフ投げられてる。怖い怖い怖い。あんなとこ投げられてる。死なねえのかな、やっぱ。ダーストラップじゃ死なねえか。こいつがモロトフ投げるんだよな。あ、倒した倒した。あいつなんだ、あいつ、あれだね。ヘッドショットじゃなくても倒せるのか。あ、デモリンがいる。あ、やばい、爆発する。わ、こわ、デモリン爆発しちゃった。ああ、あれが飛んだ。電流ポストが、電流ポスト吹っ飛んだ。あ、ガンキャノンいるな。ガンキャノンいらっしゃるね。これ切られる、お前。当たんないの、お前。意外と当たらんもんやな。あ、走り抜けていく。走り抜けていく。嘘、当たらないんや、あれ。あれ、どこ行った？走り抜けていくんだな。え？ちょっと高すぎた。いや、でも当たる位置だけどな。当たりそうだけどな。ちょっと待って。動物が、動物が。こいつも、ガンキャノンも、なんか、いるけども、電流とさ、電流と炎の、頭見えるな、一応。一応頭見えるな。倒せんやろ。あれ、あ、こっち来ない。こっち来ないね。警戒してるか。あ、電流ポスト生きてる。あ、違う、俺が撃ってるからか。俺が撃ってるからしびれてんのか。なんか警戒してるね。こっち来ないね。これが嫌なのか。
意外とみんな上がってこないんだね。上がってきました。ハマってるやついるけど、なんかあれ、いた？こっちまで来るやついないね。みんな引き返していくんだな。そして死んでんの？爆発、うわうわ、何された、なんか爆発したけど、すごい勢いで。何でした？何が爆発した？すごい走り回ってるやついるけど。真下にいるわ。倒せないのかな。ここ開けるか。なかなか倒せない。あ、こっちまで来てる。来てる。ガンキャノン。落ちてたけど死んでないよな、いつ。レベルが上がってるってことは一応倒せてんのか。なんか大変なことになってる。グレイスも走り回ってるな。グレイスもめちゃめちゃ走り回ってる。起爆した方が。電撃で倒すような感じにしちゃうかも。いっそのこと。こっち行くかと思ったら行かないんだね、全然ね、みんなね。ショットガン撃ってたから壊れちゃったか、ブロックが。火炎ダメージだとほとんど効かないね。こいつらには火炎ダメージほとんど効かんない。死にそうにないな。頭打ち抜いていかんと倒せない。こいつ死んだの？ウサギか。ウサギもゾンビ扱い。お、弾打ってるやついるな。頭狙うんだ、頑張って。もう途方に暮れとるよ。もうやる気なくなってるか。ルート認識しないみたいね、どうやらね。ねえ、ルート認識できてないみたいね。ブレードトラップ、でもブレードトラップいっぱい置いても来た時あったけどね。アルゴリズム変わったか、AI の。全然違うとこ行こうとしてるけど。ね、どこだ頭が見えない。当たった。火炎瓶のやつは上のやつでしょう。当たった。脱ラップ効かないみたいだな。ねえ、あの、なんだっけ、トゥルーサバイバルは脱ラップよく効いたんだけどな。あいつはどうやらゾンビじゃないらしい。あの、悪魔みたいなやつは。あいつ、分類がゾンビじゃないのかな。ヘッドショットしなくても死ぬな。分類がゾンビじゃないらしい。まあ今何時？ 12 時か。まあでもこれでまったりと、なんか、しのげればいいかもしんないな。おっと、スパイダーが飛び交ってるけど。はいはいはい。このえぐれたところに、みんなここに落ちるの、とりあえず。頭を狙っていく。当たんね、当たった。どこにいるの？あ、もうグレースじゃん、死んだか。グレースよく来るな。あいつ、デモリッシャーうざいな、やっぱり。デモリッシャーうざいね。また来た、グレース。死んだ。グレースよく来るね、今回ね。
な燃えてるけどさ、全然ほぼほぼ効いてないよね。燃やしても全然効かないということが判明した。とりあえず何も効かん、燃やしたところで。そしてブレードトラップが邪魔でルート認識してないか。2マス空いてるからね、普通に通れる判定だと思うんだけどな。立ってるやつさ、ブロックに頭突っ込むから倒せなくなっちゃうね。ブロックに頭を突っ込むじゃないお前だって。ウサギ、でかいウサギがいたな。弾はいっぱいあるからねって言ってたらなくなるかもしれんけど、そこをなんでそんなところに立てる場所あったっけ。そこ立てる場所あった、そんなとこ。そんなとこに火炎瓶投げられとるけど。グレースよく来るな。あ、ちょっと煙で見えない。煙やめて。煙やめろ。煙出すのやめろ。なんかすごい音してるよ。何が爆発したの？おっと、壊れた。すごい音してる。何？すごい爆弾を撃ってるやつがいる。しびれてても、ああなんか鳥入ってた。スパイダーなんだっけ、こいつ倒した。 OK、 すり抜けてきた。何がそのさっきの大爆発が何なのか知りたいね。何が爆発したの今。何が爆発したのかな。食ってんじゃねえよお前、なんか知らんけど。何食ってんだよ、まったく。仕事しないかも。グレースを食うんじゃない、グレースを。グレース食うな。食料か、あいつは食料のために。ゾンビの腹を満たすために出てきたのか。はい、そこで銃持ち。これ頭突っ込んでこいつ倒せないから、何とかしてくれよ。頭突っ込んだのか。熱いね。ついにあそこなくなってた、あの三角形も頭突っ込んでたやつ。綺麗といえば綺麗だけど ね赤と青でね。うん、綺麗といえば綺麗だな。スポッてはまってるけど、スポッてサボれねえかも、完全に。こいつも、お前も死んでんのか。ほんまに固まられると頭がどこだか分かんなくて狙い撃ちできないね。これ固まられると、固まるとさ、頭どこか分からなくなる。本当に早いな。これ多分、あ、またグレース来た。スピード全体的にさ、スピードアップしてるよね多分ね。こんなに早く動かないゾンビね、普通は。全体的な倍率を多分いじってるんじゃないかなという気がするな。あ、そっか、ゴッドモードで見たらわかるけどね、いじってるかどうか。そんなとこ歩けたっけ、そんな道あったっけ。おっと、入ってきた鳥が。頭どこ、倒した。鳥入ってくるんだろ。あー、溜まってる。オッケー、ここに誰かいる。デモリッシャーか。
何時？ 2 時、もうすぐ3時だ。あー、人がいっぱい来るな、やっぱりね。ちょっとこの確実に頭を簡単に打ち抜けるようなルートを作って、正面からね、正面から打ち抜くような、すごい爆発音するんだけど、あれ誰の爆発音あれ。デモリッシャーの音じゃないよ、ね、これ何、ロケラン撃ってる、ひょっとして誰がやってんのそれ。デモリッシャーの爆発じゃないよね。カプ撃ってるやつ、ニュークダン撃ってるやつ。あ、ガンキャノンだ、ガンキャノン邪魔だね。あれ入ってきてる、どこだ、入ってくんなよお前。でかくないこいつ、なんか、え、でかくねお前。気のせい、お前なでかくなかった今。気のせいか。でかかったような気がした。壊れたか、たまにはこっちも使うか。見えないけど。頭狙うの不可能に近いけど。でもまあ狙いなくはないか、かかった一応。いや狙えないな、見えないな。見えないな、見えないな、これじゃあレティクルに赤いバツが出たら倒したってことなんで、倒したって当たったってことなんですよね、頭にね。ダメだ、これじゃやっぱ無理だな、これじゃないと見えないな。あ、なんか撃たれてる撃たれてる、誰どっから撃たれてる、人ぐらい撃たれても平気になったからね、もうね。食らってる食らってる。どっから撃たれてるんだ、何秒、12秒もドキドキすんの、それはすごいね。ドキドキしすぎじゃないそれ。ねえ、動機激しい。殲滅せよ、殲滅せよ。こいつやりたいんだ、こいつ知らねえから。OK。こいつもやりたいんだ。やられてる？え？なんかどっから撃ってきてんの？え？朝になった。朝になりましたよ君たち。終わったよ。なんか。なんか大して騒ぐこともなく、なんかスンって終わった、スンって終わったの。残敵相当が大変なんだ、ね、残敵相当が大変なんだ。ちょっとこれリコイル抑えられればいいんだけどな、電車が速いのはいいんだけどね、電車が速いのはいいんだけど、グレードトラップに引っかかってくれなかったのは残念だな、もうちょっと考えなきゃいけないな、引っかかってくれるやり方をね。銃持ってる？今のやつ銃持ってた？チェーンソー持ってる。チェーンソーマンね。黙れ。ああ、撃たれてる撃たれてる。どっから撃ってんの？どっから撃ってるんだ？痛いね、あれ。あれ当たるとだいぶ痛いね。まあ、感染とかはしないから。
ね、銃弾だからね。お？上から撃たれてる？え、違うな。誰が撃ってんの？こいつだ。撃ってんの。お前やろ。倒したか。貞子くん登場。貞子くん登場。もう。あ、スイッチなくなってる。ブレードトラップ止まってると思ったらスイッチなくなってた。貞子来たの？警官いるな、下に。警官がいっぱい来てる。もうフェラルフォードが終わったから朝だけどな。サダコフォード、サダコいっぱい来た。あ、銃持ち発見、倒した。あー、なんか普通になんか強いのいっぱい来てるな。サダコこういう敵も呼ぶんだね。ねえ、普通に武器持ちのやついっぱい来てるな。おっと、放射能汚染が、ワイトがいるのか。お前か、お前の頭どこだ。倒した倒した。頭でか、頭でかいね、ワイトの頭。さすがに体もでかいからね。当たらないな。このスパイダーに当たったか。さあ、ベラルフォード終わってからの方がめんどくさいな。どれぐらいいる？どれぐらいいる？降りていくか。ちょっとまだいっぱいいるな。だいぶ多いな、まだまだまだたくさんいるな。おっと、壊れたか。もうちょっと減らないと降りていく気にならないな。もうちょっと減らしたいな。726だってレベル。降りていくか。よいしょ。いた、貞子。貞子を殲滅しよう、とりあえず。あと何人？貞子まだいるでしょ、多分ね。ワイといるんだ、まだ。警官来た。どこ行くの、こいつ。やる気あんのか。逃げていくじゃん。貞子もいないのかな。いるでしょ、まだ。どこにいる。あれ、貞子いないな。貞子、あ、いた。あ、外した。倒したか。倒したけど、また、あ、いたいたいた。死んだ？死んでないな、あれ多分。死んだか。貞子さんは
どちら、あ、いた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 。じゃ、ラグい、ラグい。ラグくて倒せないわ。お、走ってる。サダコこんな走るんだ。サダコこんな走るんだ。倒した、倒した。殴ってくか。キリがないんで。キリないんで殴るか、ちょっと。静かに倒していくか。これ。ねえ。サダコこんな走るんだ。おぉ、めっちゃ走るね、サダコくん。残忍絶叫ゾンビ。あ、残忍絶叫ゾンビなんだ。残忍なんだ、お前。おい。死んだか。へぇー。まだいる、まだいる。終わってからの方がフェラルフォードっぽい。いで。こいつがまだいるのか。こういうやつをちょっと。このボスキャラを倒すのが大変だよね。これね。いや、これ大変だわ。これめちゃめちゃ大変だな。終わるのか、これ。終わらないような気がしてきた。こいつら倒せないよ。このボスキャラ。行ったか。ジグザグ来ないでください。本当に。まだどこにいる？あ、いた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 。いっぱい、あ、まあ、もう一人いた。あ、ラグい。ラグすぎて狙えない。ラグすぎて狙えない。ゾンビ多いんだ。これ使うか。これ使っていくか。これ。あ、倒した倒した。倒した倒した。当たんないやん、こいつ。当たった？当たった？当たってるね、一応ね。当たってる当たってる。よしよしよし。こいつ当たんねえわ。当たった。ハチスコを作っといて一応良かったのかもしんない。どこに当たってんの？よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。こいつはなかなか当たったね。バツ、赤いバツが出たら、一応当たったっていうことになるんだと思うんだけど。だいぶ減った？だいぶ減りましたね。そろそろ終わりか？飛んでくのがちゃんと見えるんだね。サタコ発見。どの辺？どの辺？放物線を描いて飛ぶ。当たんないわ。もっと上？当たんねえわ。あいつ。ん？この辺か。当たった。まだいる。あ、お前生きてんの、お前。おじいちゃん、おじいちゃんみたいに。くっそ遅いけど、お前。あ、なんかめっちゃ感染してるわ。そりゃそうだろうな。え？まだいんの？あ、いた。遅い。くっそ、あ、デモリッシャーもくっそ遅い。あ、両足ないのか。そりゃかわいそうに。そりゃかわいそうにね。
ということで終わりましたかね。フェラルフォード終わってからの方がめんどくさいよね。前回もそんな感じだったような気がするけど。うん。ということで、なんだろうね。なんだろうね。あ、ドローンだ。ロボットドローン。いらないけど。品質6じゃん、しかも。火炎ダメージはあんまり効かなかったね、本当にね。火炎で死ぬやつはほぼいなかったな。さすがにあれだね。汚染ゾンビとかモロトフでももともと死なないからね。回復するから、奴らは。回復量がでかいからな。ということで、ちょっと集めたい気もするけど、下の袋をね、集めたい気もするけど、ヘルメットまたいっぱい拾ったな。3つも拾っちゃった。またしても。弾は、あんまり使わなかった。使わなかったね。あ、でも5000。まあ、でも、それなりに使ったっちゃ使ったかな。2000発ぐらいは使ったかな。なんか面白いの拾った？いまいち、特に面白いのはないか。弾とかはね、ありがたい。相変わらずマイニングヘルメットとめっちゃ拾うな。弾はありがたいけどね、本当にね。弾はガチでありがたい。持てなくなった。本はいらないでしょ。本、いらない。ご飯、食べる。ツナ缶から。少ないのから食べていこう。回復量少ないやつ。ドッグフードも大して10とかしか回復しないよね。これ分解。だしも、まあ、だしもまあ、これだいぶ減ったんじゃない？よいしょ。そんな感じ。赤い袋はちょっと回収しときたいね。いいの入ってるかもしんない。レベルが、なんでそんなにレベル上がるんだろうね、このゲームね。なんでこんなレベル上がるんだろう、本当に。不思議でしょうがない。なかなかお腹いっぱいにならないね。これは分解していいやつだ。なかなか、あ、オーガの6、品質6拾ってる。上にも落ちてなかった？あ、上にも落ちてるよね。あれ？ここなくなってる、柱が。柱なくなってるやん。よく落ちなかったね。ん？またドローン入ってた。またドローン入ってた。これ何？普通のドローンじゃないの？普通のドローンだよね。色ついてるだけだよね。あ、落ちてた。ほい？ほいほい？はあ、真ん中の柱なくなったんだ。なくなってもよく落ちなかったな。崩れそうなもんだけどね。なくなったらね。おっと、棒ハンターはもういいとして、なかなかお腹いっぱいにならないね。ちょっと一回置いてくるか。もういいか。もう取らなくてもいいか。ちょっと待って。赤い袋が、あ、でもまだいっぱいあるな。水色もちょっと、開けてみたい気がするもんな、中身。ちょっと一瞬だけ置いてきて。いらないっちゃいらないんだけどな。そんなにね。道具が多いのか。あ、道具が多いな。ドローン。これはもともと使ってるやつか。あとはヘルメットか。ヘルメットめっちゃ出るな、本当に。だいぶ減らしたんだけど。だいぶ減らしたんだけど、また大量に集まってしまったな。
はい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 。あとご飯か。はい。こんなもんで回収できますかね。じゃん。棒ハンター。棒ハンターなんでこんな出るのか。謎だな。なんで？また出た、また出てるね、棒ハンターね。マックスなんだけどね。一番出やすいやつだろ、棒ハンターって。以上か。やっと終わった？やっと終わりましたか？もう10時じゃん。まあまあ、24時間60分設定に変えてるんでね、フェラルフォードの時はね。時間進むのは早いですよね。そのおかげで。はい、ということで、もう結構ボロボロになったね、ラナ。結構ボロ、まあ上まで上がってこなかったからな。もうちょっとやっぱ複雑すぎたか。もうちょっとシンプルな感じにした方がよかった。やっぱり直線的なやつを何本か作ってやった方が、まだ狙いやすいかな。ねえ、直線を何本か作って、直線上で待ち構えて倒すみたいな感じの方がいいかもしんないね。ちょっとやり直してみたい気もするけど、まあその辺は考えておきます。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。お母さんでございました。またね。